それでは、古、硬いという字に行きますね。まず、国構えですね。縦をぐっと長く。横を短めで、同じ間隔、角度で降りてきます。そしたら、その中に古いという字を入れますね。じゃあ、まっすぐの角度を揃えて、中心から縦を持ってきたら、横の広い口になるかな。縦よりも横を長く、同じ角度で入ってきて、閉じた時にこことここを残したら、この場合は左右を同じ長さぐらいを残して真横に止めてください。